2022年6月に月初から中旬にかけて山口県の岩国市にあるアメリカ海兵隊の岩国基地には、アラスカ州やハワイ州からアメリカ空軍のステルス戦闘機が総数で30機ほど飛来しており、その意図に注目が集まっていたよ。この内訳はいわゆる第5世代戦闘機と形容されるロッキード・マーチン社製の F-22 ラプターが12機と、F-35 ライトニング2 A 型が18機となっているな。これほどの数の同機たちが日本に集結したことは非常に珍しい出来事だと言えるよね。そうだね。さて今回は、岩国基地、アメリカ空軍の F-22 ラプター12機と F-35 ライトニング2 A 型18機が一時的に飛来したことについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。こうした動きをアメリカが見せた背景には、前月の5月に中国海軍の1隻目の航空母艦にして訓練用の艦艇とされる遼寧が、沖縄の南側の海上で搭載する固定翼機回転翼機らの多数の発着艦演習を繰り返したことがまず浮かぶよね。また同月の下旬にかけては、中国空軍とロシア空軍の戦略爆撃機が日本海方面から太平洋方面に及ぶ合同飛行を敢行しており、世界の多数の国がロシア・ウクライナ戦争でロシアと距離を置く中、中国は協力関係を明確にしていたんだ。中国やロシアにとっては、ロシア・ウクライナ戦争を含めてアメリカをはじめとする、西側諸国の価値観のみが世界を動かしているわけではないと示したいのだろうが、つくづくこれらの国々の危うさを再認識させられるな。ことにロシア・ウクライナ戦争の渦中にあり、アジアにまで軍事力による影響力を行使することは事実上厳しいロシアはともかく、中国は台湾への軍事的圧力を弱めることはなく、日本の南西諸島に対する動きも同様だぜ。それでも従来のアメリカは中国をいたずらに刺激することは国策として得策ではないと判断している嫌いがあり、中国の著しい軍事力の増強もあって近年はあまり直接的な軍事的な牽制行動については控えている感じも伺えていたんだ。しかし6月24日からアメリカは、沖縄の嘉手納基地所属の F-15 イーグル、岩国基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型、そして臨時に飛来中の同 A 型と F-22 ラプターを動員した訓練を実施したよ。これらのアメリカ空軍、海兵隊の戦闘機は2機で1組の編隊をなし、最大で同時に8個ほどの編隊を韓国の南側から日本の尖閣諸島の北側に向けた日中の中間線に沿って飛行させ、そのうちの1割ほどは中間線を中国側にまたいだとされるね。アメリカ軍はこうした行動に KC-130J 空中給油機を随伴させており、主として尖閣諸島の手前の空域にて飛行する戦闘機に空中給油を行い航続距離を確保したとされ、大型の原子力航空母艦等を投入せずとも軍事行動が可能だと見せつけたってわけ。戦略の幅広さを見せつけて、抑止力にするつもりなんだろうね。アメリカ軍の戦闘機隊のこうした動きに対して、中国側は対岸の福建省等の基地から J-20 戦闘機等をスクランブル発進させて警戒に当たったといい、こうした行動について日本政府はアメリカからの事前の通告を得ていたというよ。ただし日本側からはこうした中に戦闘機の派遣は行われておらず、この状況を監視する意味で早期警戒機等の複数の航空機が、アメリカ軍並びに中国軍のそれぞれの戦闘機の動きをつぶさに観察することに努めたとされるぜ。政治的には近々にアメリカのバイデン大統領と中国の習近平主席は2者会談を行う予定であると見られており、今回のアメリカ軍が見せた動きで中国の軍事力を牽制することが可能であると事前に知らしめる意味合いもあったのだろうね。ロシア・ウクライナ戦争に見るようにロシアの横暴をアメリカは許容できないことと同じく、台湾においても中国軍の軍事的な行動をアメリカは許容できないと示す必要性に駆られたゆえの行動が、今回の戦闘機派遣の理由だと考えられるな。世界の警察の名に恥じない動きをしているわけだね。アメリカ海兵隊の岩国基地では7月7日に、同基地に常時配備中の FA-18 スーパーホーネット、F-35 ライトニング 2B 型に加え、臨時に飛来していた F-35 ライトニング 2A 型と F-22 ラプター等による数機発進準備訓練を行っていたよ。第二次世界大戦時に爆撃機体の存在をアピールする目的で開催されたのが起源とされるのが多数機発進準備訓練であり、これは多数の機体が滑走路に集う様を動物の像になぞらえてエレファントウォークと一般的には呼ばれているんだ。今回アメリカ海兵隊と空軍は各種の戦闘機を用いてこの多数機発進準備訓練、つまりエレファントウォークを実施したことを画像で公開したが、第5世代戦闘機の F-22 ラプターと F-35 ライトニング2の AB 両肩が集ったのはかなり稀有なことだよ。そうした状況からも今回の岩国基地への F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の飛来は極めて異例な出来事であり、
台湾有事や日本の防衛体制にとっても強力な後ろ盾となるアメリカ軍の新たな可能性を示唆したものと受け取れるね。ロシア・ウクライナ戦争は近年稀に見る大国同士の直接的な軍事衝突という点で様々な戦訓を示しつつあるんだけど、戦闘機で見た場合には相互の空軍機がほとんどのケースでいわゆる第4世代機しか投入できていないため、決め手を欠いているみたい。一時期はロシアが自身の優位を示そうと第5世代戦闘機タルスホイ57を投入したと喧伝した時期もあったんだけど、同機は実戦配備されている機体数そのものが少なく、そもそもウクライナの健在な地対空ミサイルを恐れてか長距離爆撃に使用されただけのようだね。そのため第5世代戦闘機が空中戦を行うなどの事態は正規しておらず、また今後もその可能性は著しく低いと予想され、これらが行いうる制空戦闘外貨がなるものになるのかは全く不明な状態のままであると言えるぜ。こうした中で今回アメリカが F-22 ラプターと F-35 ライトニング2らを日中の中間線付近に飛行させたという意味は、中国軍の戦闘機や対空兵装に対して自分の航空戦力が優位にあることを内外に対して知らしめたものだと感じられるね。アメリカ側は今回臨時で岩国基地に派遣していた F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型について、7月21日に最後の2機も訓練の終了に伴い帰還させたと日本側に伝えており、これら総数30機は日本を後にしたことが明らかとなったよ。これら F-22 ラプターと F-35 ライトニング 2A 型の岩国基地への臨時的な派遣については、7月に入り事前に土日の飛行は原則的に行わないと説明されていた状況が保護にされたとして、一部の反対派からこれを糾弾する声が上がっているみたい。こうした声を受けて岩国市側は7月9日と17日に指摘の通り戦闘機の飛行があったことを認めたんだけど、それは訓練を目的としたものではなく、派遣元の基地に帰還するための飛行であったと認識を示し、事態の鎮静化を図っているんだ。岩国基地が所在する岩市では一部の反対派からの糾弾にさらされ、こうした釈明を強いられているわけだが、そもそもアメリカ軍の日本の国内での活動に対して責を負うべきは国であり、一地方行政機関が判断可能な問題ではないと感じるな。すでに中国の年々増強される軍事力に対し、日本一国のみで対峙することが困難となっている状況下にあって、抑止力としての在日アメリカ軍の行動にまで異論を挟むのならば、これに代わる案の提示を行ってほしいものだよね。それじゃあ今回はこの辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、空港についてだよ。空港といえば、お土産なんか今どこの県のやつでも買えるからお土産って感じしないよね。確かにな。お土産忘れてもどこでも買えるからそこはいいとこでもあるよな。そうだね。今日はそんな空港について解説していくよ。突然だけど、空港の滑走路の周りには芝生のような短い草が生えていることが多いが、草を短くしているのはなぜだと思う？見た目かな？そうだね。見た目だね。正解は、安全を守るためなんだ。滑走路の草が長いと、鳥や人などが隠れてトラブルや遅延の原因になるため、滑走路の草を短くすることで、鳥が集まったり、そこで巣を作ることを防ぎ、鳥が飛行機に衝突したり、エンジンに巻き込まれるバードストライクなどのアクシデントを未然に防ぐことができるためなんだ。これらの理由から、空港の草はこまめに手入れをして、草が短い状態を維持しているそうだよ。確かにバードストライクで飛行機が遅れたりしたら、それこそ大変だもんね。あんなに大きな飛行機だから人が見えないのも納得だよな。でもそしたら草なんか生えさせなければいいんじゃないの？お、いいところに気がついたね。滑走路の周りに草を植えている理由としては、非常時における飛行機のクッションとしての役割があるんだ。の他に、有害な気流を収める効果や騒音の吸収、砂ぼこりの飛散防止、土壌流出の防止などの役割が挙げられるそうだよ。現在では舗装された滑走路が一般的だが、土や芝生など舗装されていない滑走路もまだ残っているらしいんだ。ちゃんと草にも役割があるんだね。アメリカの空港なんかは草が生えているイメージがあるな。そうだね。滑走路の草に関連した情報で、大阪国際空では年に3回の草刈りを実施しているそうなんだけど、発生する刈り草は年間約900トンにもなるそうなんだ。この膨大な量の刈り草は、従来は処分していたが、現在では多くの鹿が生息する奈良公園へ飼料として提供し、刈り草を活用して有機肥料伊丹空港1号伊丹空港2号を開発。空港内の農園で野菜作りに使うほか、地域の学校や近隣住民に配るなど、滑走路の草は有効活用されているそうなんだ。日本人のもったいない病は本当にすごいや。何でも再利用できるなんてさすがとしか言いようがないよ。全く他の国も見習ってほしいもんだな。そうだね。
みんなも空港に行く用事があったりしたら滑走路を見てみてね。もしかしたら、草が伸びているところも見れるかもしれないね。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。